どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はですね、フォールガイズの新しい新イベンティングが来ました。見てください、こちらです。ロマンスウィーク配信中ということでね、新しいイベントの名前はロマンスウィークというらしいですね。ラブラブラムードでいっぱい、ディオフェスティバルショーでキューピッドになってチャレンジを言おうとし、ビッグな商品を勝ち取ろうということで、まあ20日まで、まあ1週間ぐらいあんのかな、やってるみたいなんで、これをちょっと今日はやっていこうかなって思うんですけど、こんな感じの商品になってますね。このねスキンがちょっと可愛いね。これで反対側の子も同じスキン着てたら、あ、ほら、あの、クジャク？スワンか。白鳥の部分が反対側の人と重なってハート型に見えるみたいな感じをイメージしてるらしいですね、このスキン。とっても可愛いし、しかもこのバーナーのね、ニックネームの恋に落っこちてもすごい可愛いので、まあこの辺ちょっと頑張っていきたいなと思います。なんかね、デュオフェスティバルっていうのが新しく新モードで来てて、それをまあクリアしていくって感じだね。ファイナルラウンド3回とか、まあクリアするとか、バッドラックやるとか、感じなんで、まあデュオフェスティバルなんでデュオですね。フォールガイズでお見合いをするということなんで、今日の俺もすごいおめかししてます。可愛いっしょ、今日の俺。スキンの話ね。はい、ということでやってまいりましょう。デュオフェスティバルということで、まあなんかデュオやのになんか、全然なんか違うね。この子と一緒にいないよね。一緒のクラスメイトの子、クラスメイトっていうか、まあ、一緒のチームメイトの子は、二人一組なんですけど、この上に出てる、頭の上に出てる、このコアラくんですね。このコアラくんと俺は同じチームなんですけど、チーム戦でも、チーム戦ばっかり出るって感じなんかな。ちょっとみんな、ちょっと押していこう、押していこう。ちょっと待って、赤組の皆さんがでも結構沼ってる。赤組の皆さんを沼らせといて、これは俺たちでゴールしていこう。よしよし、赤組をしばけば、俺たちはいけるんじゃないか。ちょっと、お見合いですよ、皆さん。ちょっと俺の格好どう今日の。可愛いっしょ。お見合いよ、今日の、今日は。どうちょっと、DM 待ってます。フォールガイズは出会い系と化しました、今日、たった今から。はい、ということで続きまして、バスケットフォールやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。これなんかチーム戦しか出ないっぽ、うますぎちゃん。うん、はい。俺も頑張っていくよ。うちのギルメンどこ？うちのギルメンというか、うちの相方というか、なんていうか、伴侶というか、なんというか、彼氏というか、彼女というか、入ってくれ、このまま。くっそ、入んないか。まあまあ、しゃあない。これは入んないとして、まあ、ちょっと待って、俺たちでも調子いいよ。3点取ってるから、もうこのまま取っていきたいけど、ちょっと沼ってる。お沼さん、ファイヤー。なんで取れないんですか、これ。取れた。はい。よしよし、頑張ってんねんでも。お、いいね。うちのなんかクラスメイト、しっかり取ってるぞ。ちょっとね、タスクで優勝するっていうのが一回あるから、しっかりとそれを頑張っていきたいなって思うんですけど、あー、失敗していく。ほりゃ、何？今の、失敗しちゃった俺。どこ行った？俺の球を、入っていく。ナイス、1対7、これは勝ったんじゃないか。ちょっと、全然俺のこと見向きもしてくれないな。うちの、なんかクラスメートというか、その恋人というか、恋人役の子。ちょっと、俺の、こんなにおめかししてきてるのに、ちょっと女心のわからないやつめ。あ、入った今。3って言えていったらよ、俺。褒めてよ。ちょっと、はい、パス。ナイス。ワッツ？ほれ！ナイス。いいよ。俺たちめちゃめちゃ、連携取れてる。もうこれ、相性、マッチングしたんじゃない？俺たち。相性がぴったりなんやけど。ありがとう。ちょっと、コアラくん、ちょっと、ハグしよう。一応ね、ハグしないといけないっていうタスクもあるんよ。確か10回かな。え？もうファイナルラウンドやねんけど、みんな。なんかめちゃくちゃ早いんやけど。え、っていうか、2対2ないのこれ。ディオじゃないね、普通の。だって最後が2対2にならないってことは、そういうことやんね。ちょっと、誰かちょっと俺と抱っこしないか。ハグし合わない。ハグ、俺ハグ必要ないよ、ハグ。10回ぐらい確かない。ハグしないといけなかった気がする。あ、俺こっち行くわ。じゃあね。うちの子は？あ、でもあの子さ、なんか今日お見合いやからさ、多分クマピンク色を着てくれてるんじゃない？なんか着てるクマがさ、ピンク色じゃないあの子。ちょっと待って、怖い、危ない。ここ、ちょっと、抱っこしよう、抱っこ。ダメ？ちょっと、ハグしない？一緒に。おいらと、あ、ごめん。ハグした子が死んでいったんやけど。ごめんね、別にそういう悪い意味じゃないんやけど。俺ね、10回ハグしないといけないんよ。ちょっと、ハグしない？ちょっと。落としていく。あ、くそ、落とさないか。よし。ちょっと、ハグしよう。誰か。誰かちょっとハグしない？あ、いいよ。え、ちょっとハグしない？ダメ？じゃあもうここからは落とします。お前たちのこと。お前たちのことをしっかりと全員落としていきます。じゃあもうハグ誰もしてくれないなら、闇落ちです、俺は。あ、くそ、あのネズミの王を、ネズミキングをちょっとしばきたいなと思ってるんやけど。おりゃ、くそ、やれないか。ここ。なるほど。みんなうまいね。しっかりと。うわ、危ない。ちょっとやめて、触らないで俺に。ここ。あ、くそ。なんか、うまいことつかめないな。
うまい、みんなうまいこと逃げてるみんな逃げてる。ちょ、俺ハグさしてくれよ誰か。ちょっとハグっていうのは俺から掴むだけじゃないんやって、君たちも俺のことを掴んでくれないとハグにならないんだって。ちょっと誰かマジで掴んでくんない俺のこと。ちょ一緒、はいはい、待つわいつまでも待つわ。ダメこれ、来てくれない、一切誰も来てくれない。てかやばいなこれ、ギルメンが、嘘だろギルメン、マジか。ちょっと俺これ勝ちに行きたいな。じゃあ、来た来た、終わったわ、これで終わりやね。タイヤリー、お、なんかちょっと待って俺がさ隠れてるんやけど、ちょっと失礼じゃない今の。俺も優勝したいやけど、なんかしかもなんなら俺が優勝したのにさ今なんか柱の裏に隠されてたやけど俺の体、そんなに恥ずかしい俺と優勝するの。あーほら、やっぱりハグ全然できてない。ちょっと頼むわ、誰か俺とハグしてくれこんな気持ちになることある？フォールガイズでモテないみたいな。はい、ということで気を取り直して別ゲー別チャレンジやっていきたいと思います。俺のお見合い相手は、俺のお見合い相手よりも、ちょっと待って、ちょっと ペンギンの方が欲しいよ今は。今俺のお見合い相手よりペンギンが欲しいんですけど、まあちょっと負けそうならもう負けそうでいいんよ俺はハグさえさせてくれれば、もう俺はそれでいいんよ。ちょっと、うわやばい、これちょっと待って、これちょっと負けそうじゃない俺たち。いや、また負けそう、圧倒的に負けそう。ちょ、バカバカバカ、赤組の皆さんそっち行くな。はいはいはい、逃げて、ナイスナイスナイス、逃げる、ナイスナイスナイス、逃げて、俺がそっち行くまで逃げて、危ない、逃げて、いいよ、いいね、君を守る俺は兵士となろう。おっと、黄色のなんか今人消えたな。ちょっとハグしない、じゃあハグしない、ちょっとじゃあハグしない、誰か、ちょっと誰かハグしない、ちょっとハグしよう、ちょっとハグしよう俺たち争ってる暇なんてないんだって、俺たちはハグしないといけないから、マジでハグしよう。ちょっと一回、ちょっと誰でもいい、本当に誰でもいいからもうマジで、はい、俺とハグしよう、ちょっと俺とハグしよう、はいはい、ちょっとハグしよって、え、そんなに嫌だ俺とハグ、よしよし、はい、離して、もういいよ、離して、はいはい、もう一回、よし、もう離して、すぐ離して、はい、もう一回よし、離して、もうすぐ離して、はいはい、もう一回もう一回ハグなんだって、やばい、行こう、ちょっとハグしよう、もういいって、もうハグしようなんかハグモクっていうのこれハグモクみたいじゃない、ちょっと頼むからハグしよう、よし、待って、もう一回ハグハグ、もう負けとかどうでもよくないハグすればよくない、みんなもう、お、ちょっと俺もハグしよう、俺にもハグさせて、俺にも、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いいハグだもうハグモクない、俺はハグモク、もう一回ください、ハグ誰でもいいですよハグもう一個ください、ハグくださーい、ハグありがとう、バーバカ。このモードさ、めちゃくちゃ勝ちやすいからいいんやけどさ、やっぱりね、タスクのこのジンクスってやつやらないといけないとか、プレイ一回しろとかいうやつがあるんやけど、それをね引くのに時間かかるね結構。今やっと来たわ、これで多分全て終わりかな。あー、やばい、さあやつをちょっと掴んどいてくれ、ナイス、ちょっと、あ、ごめん、あー、はい、あ、そうだ、これアメサバなんだ、アメサバはね、もう本当にね掴めないっすね自分。ありがとう、ここ、さすがに掴んで、ナイス、ありがとう、さすがにね、ガニサスンで、あの子を俺は助ける騎士に、今から俺はナイトになる、そういうつもりで頑張っていきたいなって思ってる所存でございます。はいはい、逃げて、一人ぐらいは逃げ役の子は、あ、危ない、あー、捕まっちゃった。じゃあ、あと一人どこだ、あそこか、あー、なるほどいい、ならこっちで、ほら、なんで捕まえる、よーし、勝ち、これで全てのタスクが終わりました。
はい、ということで全て回収し終わりました。キューピッドカラーもいただいて、なんか月と星セーラームーンみたいなやつもいただいて、うっとりスワンね、これが結構可愛いんじゃないかなって、あ、てかこの目ん玉可愛いやん普通に、をいただきました。対戦ありがとうございました。見て、これで誰かとハグをすることができたら反対側にもね、ガイズくんがいるってことになって、ここでハートを作れるというわけですよまあね、こんな感じになるって感じだね。ということで、みんなもフォールガイズで恋人を作ろう。